今日はですね、倉敷市の松島にやってきました。まあ、この目の前ね、ハローズ中商店さんがあるんですけども、まあ、ここ松島なんですよね。学校も小学校もね全然変わってきます。で、ここが松島交番かな。まあ、ほぼ僕の地元というか、まあ小学生の時とか、まあ中学生の時、この辺結構ブラブラしてたというエリアなんですけども、まあその僕が小学校、中学校、まあ大高校、大学、まあかなりね、なんかまあ中小といえばあのヤンキーが多いとかね、治安が悪いっていうイメージがありました。特に夜で、まあ、今となってはちょっとよくわからないんですけど、まあその当時はあのヤンキーがいて、まあこの先にマスカットスタジアムっていう大きいスタジアムがあるんですけど、まあそこでね、あの、なんだろうな、カツアゲとかね、なんかボコボコにしたとかいうようなね話もあったりするようなこの、エリアなんですけども、ちょっと今日はね、まあ今でもね、あ、長所か、治安がね悪い場所ですねっていうような感じであの言われるので、ちょっとそれをね今日はあのしっかり正そうと思いまして、この松島中小エリアにやってきました。で、この左手に見えるのが、川崎医療大学、川崎、医科大学ですね。ちょっと今日は歩いていきます。まあね、若者の、ね、町でもあるし、まあ、こんな時間でも、まあ今が22時か、でもあの女性一人でも、ね、歩いてるような状態なんですけど、学生の街なので、まあ、居酒屋さんとかこの近くあったりするので、まあ、ヤンキーというよりかはちょっと元気な学生が、まあ、ちょっとまあなんか昼間は真面目そうな感じで、夜はまあはっちゃけてるような学生さんが多いですね。まあ、なんか昔あったヤンキーのような感じの人はいないですね。で、この目の前に見えるのが JR 中小駅です。山陽本線、伯備線が通る駅なんですけど、ちょっとここをね越えてマスカットスタジアムの方に行ってみようかなと思います。
で、ここがですね、マスカットスタジアムまで続いてる道なんですよね。だからこの野球観戦とか、まあ昔はサッカーとかあったんですけども、まあ、その試合のたびにね、ここがもうアミューズメントパークに行くような感じで、もう行列がすごいできてたんですよね。もう今はそんなに大きい試合というか、まあ有名なねプロ野球チームが来ることはほとんどないですけども、マスカットスタジアムができた頃はもうすごかったです。小学校の時でしたけど、無料だったかな、割引だったかな、なんか小学校でもね券を配布してましたね。そんな思い出があります。1990年代の中盤ぐらいかな、マスカットスタジアムが建ったのが。ビクトリーと書かれた何でしょうね、これは。でここに休憩スポットがあるんですよね。ちょっとライト今日持ってこなかった。昔は多分給水スポットだと思います。歩いてみないと意識しないですよね。僕ここに登ったのも初めてです。これ電車が見えるという、で目の前に見えるのがマスカットスタジアムです。ちょっと暗いので分かりにくいですけど、
NHK の放送トラックが止まってます。撮影の時期がね、あの高校野球の県大会かな、まあ、これから甲子園決めていくんですけども、まあ、その関係ので待機してると思うんですけども、まあ、本当にあの高校野球とかで、まあ、唯一といったらちょっとおかしいかもしれないですけど、かなりあの賑やかになる、まあ、この時期なんですけども、この夜はもう本当にひっそりとしてます。昔は結構ね、あの夜でも叫び声というか、まあ、賑やかだったような気がするんですけども、ちょっと誰もいないですね。まあ、この目の前に、ね、あのちょっと休憩というか、まあ、森、まあ、公園というか、あのゆっくりするような場所があるんですけど、まあ、ここはね、まあ、イチャイチャスポットみたいな感じで、あのその昔結構流行ってたらしいんですけども、人がいますね。もうほとんどあの人の気配はねしなかったんですけども、まあ、身を隠すようにあのカップルがね戯れてるような感じですね。まあ、その点は多分今も昔も変わらないということだと思うんですけども、ちょっとこのままずっとぐるっと一周します。いう感じで、ここはマスカットスタジアムでした。でここからあのまたその最初のところに戻ります。ちょっと道変わるんですけども、まあ、定番の場所を歩いて戻ります。ちょうどね、先ほど通ったマスカットスタジアムに
向かう際に通った道がこの下なんですけど、その上を今通ってます。この目の前に見えるのが旧2号線です。ここからの岡山市内の方に向かったり、倉敷市内の方に向かったりする主要な道なんですけど、その横にさまざまな飲食店、並んでます。有名どころがね重なってる中に、まあ、居酒屋さんがあったりとか、ここの居酒屋さんは昔は薬局屋だったんですよね。まあ、その名残で、まあ今もこの上に金光薬局っていうのが残ってます。ちなみにこの赤い糸、出会いのテレフォン、テレクラみたいな感じかな。という感じで人もおらず、まあ、昔は本当に賑やかだったと思うんですけども、やはり何もなく終わってしまいました。まあ、ただね、昔と比べると飲食店とか居酒屋さんがねとっても増えたという場所になってるんですけども、なんかもう昔のようにやることがないようなね感じの雰囲気ではない感じです。まあね、その辺溜まってても特に何もないですし、他にもね、いろんな遊び方があるので、まあね、やはりSNS とかね、まあそういうゲームがどんどん普及してきて、遊び方も変わってきたのかな。本当に昔はね、この金曜日と撮影なんですけど、この時間帯だったら本当に暴走族がねブンブン言わしてたんですけど、まあ、そういうこともなく、もう交通量もかなり少なくなってます。でも昼間はね全く違う色を見せてるこの松島中庄エリアなんですけども、まあ、夜はこんな感じだったということで、ご理解いただけたらなと。で、特にヤンキーとかもねいませんでした。またちょっと定期的に個人的に歩いてみようかなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。